よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、レシート紹介のね、コーナーですね。ウィスパー色もしくはコマサ色の紙ですね。カルディ、シャポー、船橋店ですね。はい、カルディっていうのはね、有名なね、あれですね。そう、入り口でね、コーヒーをタダでね、試飲させてくれる店ですね。シャポー、船橋。はい、JR 船橋駅のね、こう駅ビルっていうのかな、なんかその、ま、駅の改札の外なんですけど、まあなんかいろいろね入ってる、なんか JR の商業施設ですね。そこに入っているカルディコーヒーですね。はい。まあ他のね、カルディコーヒーと同じようにね、入り口でね、お姉さんとかね、おばさんがね、コーヒーをタダでくれる感じですね。で、この日はね、なんで船橋に行ったかっていうとね、まあお前らに言う必要がないから言わないっていうか、結構前のことだからね、もう忘れちゃったんだけど、ね、2018年5月27日だからね、まあなんか用事があって、のかたまたま散歩してたのか、まあそんな感じですね。はい、で何を買ったかっていうとね、タイプレジデントグリーっていうのを買いました。なんだか全く覚えてません。いくらだ、149円ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるから、149円は100ペジュク円とも言い換えられますね。はい、で202円払ってね、53円のお釣りですね。はい、なんで149円なのに202円払ったのかね、ちょっとあれですけど、で下にカチカチマークがついてますね。はい、不良品を除く商品の返品交換を断りさせていただいておりますって書いてありますね。まあ不良品はね、返してもいいってことだから、もしジバニャンの腹巻きみたいなの不良品だったら別に返してもいいってことですね。まあカルディコーヒーでね、ジバニャンの腹巻きは売ってないけどね。はい、ということでね、今回はね、シャポー船橋にあるカルディコーヒーのレシートでした。ウィスパー色もしくはコマサ色の紙ですね。あとね、この間ね、時間が12時4分ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるから、12時4分は12時ペフンとも言い換えられますね。それではさようなら、ボーボー。ボーボー、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 ボーボー。